ったと。
追いつかれたか。少しはやるみたいだな。だがここまでだ。おい、何をする気だ。人々の噂の中から最強の、そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているという、その宝が我々の手に渡った以上、お前、そうだな、お前たちでこれの力を。ダメ、絶対にいじっちゃダメ。その焦った顔、今になって怖くなったのか。どれどれ、ひ、生きるための心得。怪我人いるところに神団長あり。終わった。もうダメだ。おい、クレイの宝物って爆弾だったのか。通りでクレイがモンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくないな。でもクレイ、なんで逃げてたんだ。あ、そうだ、騎士団に戻って神団長に今回の一件を報告しよう。クレイ、先に答えてほしい。怪我人は、怪我人はどこにいる。ん？でも、モフモフはクレイのものを盗んだだけなのに、クレイの爆弾が。ああ、オイラが言ったアビスの魔術師は悪い人っていうのは、アビスの魔術師は人間じゃない。あいつらは、そうだな、人類と敵対する悪い奴らだ。モフモフは人類の敵？悪い奴？わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。なるほど、オイラわかったぞ。きっと奴らは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラがクレイの宝物を手に、何なのか知りたかったみたいに。じゃあ今回の手柄に免じて、今度のバドル同祭の参加を許可する。バドル同祭、やったー。お姉ちゃんも絶対お祭りに来てね。ふう、うまくまとまったみたいだな。しかしクレイ、その宝物をどこに隠していた。聞く。また
星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうな。違うよ。オイラたちもすっごい見てるよ。クレー。クレー反省室行ってくる。クレー、一人で反省室にいて退屈しないかな。真面目に反省してるんだから誘惑しないで。反省中はここでバドル同祭のために特別な宝物を作ってるんだ。宝物。ウキュウの形にしてみたんだよ。可愛いんでしょ。うん、バドル同祭が始まったらきっとみんな気に入ってくれると思う。はあ、ジンがこの話を聞いたらきっとクレイの反省室で過ごす時間が長く。